ここに名もなき巻物あり。うちに記すは未だ結びの見えぬ物語。その顛末に望む意志あらば、己が手を持って開封せよ。汝が意志見届けたりならば、伝え聞かせよう。これまで続く忍びの歴史を。終わりなき戦いの連鎖を。創世に始まり、大続きを経てもなおやむなく続く連鎖がある。忍びとなり、一族となり、里となった糸まですら、戦乱は絶えることなく、そして憎しみは広がる。かくて他の二人もついに立ち戦い続ける。受けてみよう。甘いぞ。黙とう。世界を語る。口寄せの術。やはり貴様との戦いは心躍る。まだだ。お前はもっと俺を楽しませろ。甘いぞ。甘い。受けてみよう。踏み込みが足りん。さあ、本気で来い。出なければつまらぬ。行くぞ。畳みかける。樹木ごときで封じ込められると思ったか。あれは、見切った。勝とう。
効果旋風畳みかけるか。ここで叩く。そんな生蔵でどうするつもりだ。柱まで これで少しはおとなしくなろう。見切れてみよう。見切った。何をしている。お前にこれを止められるか。手をこまねいているだけでは俺には届かぬ。お互い温まってきた頃だ。ああ、勝負。やめられんのだ。さあ、この戦いは、お前は覚悟を決めるしかない。まだ、お前の九尾と俺の木刃、どちらが上か決着をつけるぞ。恐るところだ。柱魔よ、やはりお前との戦いは別格。俺とここまで対等に戦えるものはお前だけ。これこそがしおりの戦いだ。俺はお前と戦いたいとは思わん。お前は俺の友だ。真理にこだわるお前には見えないんです。本当の夢ってやつがな。行くぞ。行くぞ。さあ。行くぞ。だが、まだ終わりではないぞ。
けんぞ。迷いは捨てようの柱だ。行くぞ。はっ、落ちもろと一目させる。よし、止めたぞ。柱が。暴走は終わらない。なおも忍びは戦い続ける。己の信ずる道を歩むために。